相手が骸骨だ。これはちょっと勉強したいですね。どういうプレイが強いのか。で、俺骸骨でプレイできなくなっちゃったんだよな。とか、障害物を置いてますね。そうか、障害物を置く方が正解なのかもしれないね。ってことを考えながら。まあ、ここに3体置いて、こう、進行していくプランでいこうかなと思いますね。この真ん中の3個でね。で、オブジェクティブでね、これ投了ボタンがないんだよね。これ×を押しちゃいけないんだね。×を押したら俺投了扱いになるのかなと思ったら、どうやら違いらしくてですね、ペナルティで俺骸骨使えなくなったんで、みんな気をつけてください。これいつ使えるようになるんだろう。俺骸骨をがさ、ちょっとさ強くしたいのよ。勘弁してくださいよ。相手も、なるほど。これは目標物確保系だっていうことは見えてますね。俺と同じプレイングだわ。で、どうなるかなんですけど。なるほど。自分にね、敵が隣接してなかったらそれぞれ。行きたいも、一点。これは即座に解決。なるほど。突撃によって相手倒したら即座に。これはなるほど。敵陣の目標物をリーダーが確保したら悪くねえな。これも悪くねえな。よし、丸がなし。で、これね、ちょっと真上、なるべく真上からのビューにしないとね、押し間違えるんだよ、なんかしんないけどね。ブライトシールド、ここ。でも、これで相手の骸骨くんの動きを知ろう。やっぱね、賢者の動きを知っておけばね。ただ、俺、いつ、ペナルティで骸骨くん使えなくなってさ、いつから使えるようになるんだろうな。やっぱ戦わないで目標物をひたすら確保、引き込んで引き込んで引き込んで確保し続けるみたいなプレイングだから、そんなことね、してらんないでしょ。ちょっとここに壁があるんで、ちょっと3人でこっちに、こっち辺にね、進行していくようなイメージで行きました。そして、しかしですよ。しかしなんですが、敵陣の目標物確保は難しいと。隣接してなければ一点と、突撃によって相手を葬ったら一点というのがありまして、まあ、先行ここで決められるってこと、まあ相手ですね。相手先どうぞと。もうね、殴り合いが始まってたら先行取りたいんだけどね。最初は相手の動き見たいよね。っていうことですが、チャンピオンに、プリンスに。やっぱそうだよね。この3人は前に置くよね。こいつらがアタッカーなんだよね。でワンパンでも落ちない。体力3あるから。他にしかない。あとリーダーが4なんだけど、リーダー落ちるともうゲームエンド級なんで。なるほど。やっぱ目標物確保に動いている。あれ ?2 体動かす感じかな。こいつの能力で。そうですね。なるほどね。そうなりますよね。そうなることは知っていた。でですね、次の攻撃でプラス1ダメージ、これありだな。ゴブリン突っ込ませる？やっちゃうね、これはね。で、これは？ちなみにこいつは？鎧砕きは意味ねえんだな。よし、次の攻撃でプラス1。突撃するぜ。で、突撃で倒したら即座に解決があるんで。ぶっ込むよ。でですね。OK。で、こいつが確かダイス3個振りじゃなかった？3個振り2点が、まあ3点になるんで、ハーベスターが落ちるんじゃないかなっていうことを期待しようと思います。で、ここ来ると槍の圏内だから、ここだね。
して、ここに攻撃だね。ただまあ、これ当たるだろ、普通3個も振りゃな。な、当たるよね。当然当たるわけですよ。で、目標カードも解決するわけですよ。で、これ装備しますね。やっぱ楽だね。本当に。一撃でいきなり1体落ちるってさ、最初の1体目で。凄まじく楽だよね。で、相手のカードプレイです。これ、投了ボタンないんすか、マジで。この設定からとか。ないんすね、投了ボタン。勘弁してくださいよ、これ。結構、序盤で負け決まるシチュエーションあるよ。投了ボタンはないと。まあね、まだベータ版ですけども。これで、ライトニングブレード、こいつ射程2の攻撃ができるようになったぞ。セベリンなんですけど、一応クリックするとこの射程2の攻撃ね、ライトニングブレードが使えるようになった。しかもクリティカルを出すとですね、1ダメ 2ダメになるっていうね、すごいね。ただでさえ、まあ、ワンパン3点を持ってるんだけどね、セベリンはね。さあこれ相手、もういきなり1点目でさ、やられるとすげえやる気なくするでしょ。俺最初の1点目でこいつが落ちたことあるからね。いきなりなんか移動力プラス2して、打撃プラス1して、つって、バーって突っ込んできてさ、アイアンスカルのやろうと思うがさ、最初の1点目でリーダー落ちるって。びっくりだよ。で、もうゲームエンド級なんですよ。こいつ落ちると何もできないんで、これ。なるほど、これはマーチオブザデッドを解決しようとしてる。2個移動させる動きをしてますね。なるほど、何を狙ってんだろうな。まあ鎧砕きが今のところ意味がないんだよな。ちなみに盾でガードするやつはこいつもダックだし、避ける、みんな避けるなんだね。みんな避けるだから、鎧砕きは意味ないんだね。でですね、これが、こいつの突撃がヒットすると3点なんですよね。だからこいつ いきなり落ちる可能性あるんですよね。それやっちゃいますかね。ただし、そうね。しかもちょっと敵陣に突っ込みながら、プリンスの突撃してきてもね、1点しか食らわないから、全然いいんですよ。で、これ当たれば3点なんですよ。セベリンの剣は。スーパーシグマブレイド的なやつだと思うんですけど。おっと、当たらず。当たらず。囲まれる。囲まれていってんでも別に。チャンピオンで反撃が多分無難か。おそらく次来る一手としては。これがどう出るかだな。チャンピオンで1点当てて、次打撃プラス1して、プリンスでアタックとか、チャンピオンで2パンとか。それが結構厳しいですね。これやっちゃったか？チャンピオンに喧嘩打っちゃダメだったか？今当たればね。ワンパン落ちだったからね、すごいチャンスだったんだけど。やっぱ目標物確保っすね。なんか、もうこっちのやることガン無視みたいな。なるほど。ここで、突撃済みのセベリに向かって、殴ってこないんですね。あくまで目標物で点を取るっていう動きを取ってるんですね。なるほど。勉強になるわ。ねえ、俺としてはね、敵陣への移動がね、結構重要なんですよね。そうか、セベリンここじゃなかったかもな。なので、まあ、こうかなっていう感じですかね。
なるほど。結構あまり戦いを仕掛けてこないプレイングなんだね。そっか、こいつをどかさないと解決できないな。厳しいな。実は目標カードはあまり解決できてない。ただやっぱここを戦闘有利ってところをちゃんとやってですね。お、プラス2ムーブ。何するつもりだ？これ何このカード？ファーストファイトメイクムーブアクションインデックスアクティベーションあとプラス2ムーブ。4移動できるやつが出てくる。でもそれやってどこに行きたいんだ？プリンスしか移動できないからね。やっぱ目標物の全確保を狙ってますね。しかもこの2体は排除したい、どうにかして。ちょっとこれはですね、ですね、これはですね、目標カードのドローを交換しますか。そうか、誰も隣接してなければがあったのに、こいつが隣接しちゃってるってとこがちょっとね。アクションカードのドローですかね。厳しいな。なるほど。この骸骨集団、やっぱ、なるべく戦闘しないなのか。でも、今のくさ、チャンピオンのアタックは通っててもよかったんだよね。本当に。あ、マーチオブザデッド解決した。いや、ブレてないね。すごい。やっぱ、相手から逃げ回って、そういう意味ではこういう障害物があるマップを選んで逃げやすくするんだね。で、強化されますっていうところですね。そうか、そうやってやるんだ。勉強になるわ。まずね、目標カードは解決できなかったんだけど、これどれも解決できそうな雰囲気あるんだけどね。相手陣地の目標物を確保したらっていうやつがあるんですけど、ただリーダーが確保するのは今現状この盤面だと難しいのが分かってる。で、これで OK。厳しいな。盤面ではリードしてるつもりだったんだけどね。で、鎧砕きは関係ないから捨てる。俺も策略カードが欲しいので、コンフュージョンだけ残して、あと OK。敵リーダー落としたらか。これ厳しいぜ。さあ次、先行取ってチャンピオンを葬りたい。よし。じゃあ、こうですね。じゃあ、まあ、これで、ここアタックっすよね。通るでしょ、普通。普通通るでしょ。うわ、ゼロ。通らない。通らない。通らないぞ。これなんだっけ？敵ファイターのアタックが失敗したらどうのこうのなんだけど、これ使いどころ難しいな。相手殴ってくるとかどうかわからないデッキっていうね。チャンピオンで殴り返しよりも、それを無視してプリンスが、
っちの目標物確保に動きそうな気がしますね。セベリンのアタック通ってもよかったでしょ今。あれ突撃ですね。なぜか。うわ受けた。ここでやっと奮起したけども。ちょっとヒーリングポーション。そうかこいつもう3点になってんだ。やべえな。ワンパン3点になってんだね。あ、2回復した。でも関係ないな。相手が3パンだから。タジャンピオンもう殴ってこないことが分かってる。となると、まあ使わないよね。いや、翻弄されてるな。しかも、ここを崩したいっていうのもあるんですよね。いや厳しいね。チャンピオンを落とすのか、こいつを落とすのか、こいつを落とさないとですね、こいつを、まあ、ドライブバックさせないと少なくとも、この相手のテリトリーのあれを確保ができかなわないですよね。なのでこいつ突撃するか。ニコフリ3点。いろいろね気が散ってますね。通らないですよね。きつ。やっぱこれダイスのウェイト多くない、大きくないか。でもいいか、これでコンフュージョンで入れ替えりゃいいか。いや、今じゃなかったな、使うの。ラウンド終了時でよかったんだけど。今じゃなかったかな。もうプッシュ、ワンヘクス。うわ、移動させられた。じゃあ、セベリンをここで突っ込ませて、次アタックしてくるかな。これちょっと使ってみよう。これね、リアクション、エネミーファイターのが失敗したら、なんか2ヘクス移動が起きるみたいなやつなんですけど。ん？ビューしづらいな、縮小。まあ、そもそもね、次の攻撃してくるというか限らないわけで。何の意味もない可能性があるんですけど。2体のファイターはワンフェックス移動が起きるのか。もし攻撃失敗したら。みたいな効果でした。さあ、相手が考えている。でもさ、俺こんなうまく使えなかったら目標物をしっかり確保して翻弄している。を復活させた。この隙にね、こういう相手が手詰まってる隙にしっかり復活させてくる。そして鎧砕きを得た。やばいよ。で、これはですね、ライトニングブレードで2点当てるよりも目標カードの解決を考えるとですね、ここをドライブバックさせて、こいつでここの確保しないとやばいんですよね。なので、こうですね、突撃使っていきます。当たる確率が高いやつがいいんだけど、プラス1ダメージ、クリティカル、ライトニングブレードはしないよね。IT スイング、あ、これは、あれか、投げ払いか。結果、当たる確率はゼロも変わんないんで。どうせな3点与えられるやつ。当たんない。あ、でもそっか、支援1入った。で、ここにドライブバック。ただこいつまだ移動残してんだよね。
こがうまいな。ただ相手としてはこいつが落ちると何もできなくなるんで、次こいつを逃がすっていうアクションを取る可能性が高いわけ。ほんとこいつ落ちたらほんと詰むんだよね、このワーデン、ウォーデンかな、ザ・ウォーデン、まあボスですよね、この怪物集団の。あ、ここでハーベスターを、そうか、これだと同時でもヒットするんだ、この壁があることによって。うわ、2点で済んだ。そうか、でもここにいることによって確保できねえんだ。うまいな、ほんと。マジで隙がないんだけど、やってることに。そうするとほら、ここもいけないからね。もう、一手一手がうまい。マジで。あ、しかもこいつ投げ払いだ。全員に攻撃できる。やべえんだけど。ものすごい被害なんですけど。なるほど、仲間でもう一回攻撃できる。やば、すごい連携攻撃。あ、まあさすがに通らなかった。いや、マジでうまい、この人。なるほど、外れた時使える。でも外れた。やっぱ当たらないね、2個振りだからね。うん、さすがに当たんない。あ、でもこれが出てた。プッシュでは1ヘクス。やった。よし、これをどかす。そして受け流しからの一撃も出るかな。は出ないのか。今攻撃失敗したから 出そうなんだけどな。出なかったな。これで、ワーデン落ちれば相手投了だよね。まあ、でも、とはいっても3点取ってるからね。でもこれ3個振りだから当たるでしょっていう。これ当たるよ、多分。普通当たるよね。はいはいはい、当たりました。さあ、ここでね、俺だったらね、投了するんだけど。で、目標物もしっかり確保しているっていうところだよね。いや、でも相手うまいよ。隙なかった。今、3回攻撃決めたでしょ。で、さらに、リーダーへのアタックの侵入を防ぐべく、プリンスいつもこう歩きっぱなしになるバグが起きるんだけどね。ただこれ、とは言っても木曜物を確保し続けてるんですよ。これは解決できた。で、リーダーも倒した。これが何だっけ？敵が自陣にいなかったらか。そうか、このプリンスどうしようって話だね。あ、ディスカードするべきだった。忘れちゃった。しまった。もうこれはですね、セベリンはもうどう頑張ってもワンパンで落ちるんで、こいつにつけて、でこいつが仲間と隣接してなかったら、ダイスが1個多く増える攻撃。まあ今ね、固まって移動してるからね、そうもいかないんですけど。ああ、なるほど、サイドステップを引いたし、これはでも、うわ、すげえ。目標物をしっかり確保してる。あと、プリンスをどかすとな、いいんだけどな。で、エターナル。お、3人とも生きてたら3点。これはちょっと、どうしよう。セベリンを逃がそうか。相手がセコココを選んでいる状態。どう
受けだな。どうしたらいいんだろうな。この2枚はちょっと狙ってもいいね。だからこの辺殲滅させながらこの2枚の目標カード狙っていけばチャンスあんのかなって感じですかね。これは3つアップグレードつけてれば、これは3人とも生きてたらっていうやつだね。で相手先行取ってセベリンを葬るって動きされるとやばいですね。あー、これで3回攻撃か。ただ奮起してるのは2個振れるんですよ。こっちとしてはそうそう入んないんですよ。これ入るのやだな。うわ、セベリン行ったか。セベリンが行ったか。うわ、まあオブリンでハーベスターにアタックだね。ですね、プラス1ダメージ、まあこれでいいんじゃないかな。ここにつけてちょっとオブリンにつけまくってですね、今オブリン2枚ついてるでしょ。つけまくって目標物1個解決しようというところですね。サイドステップも使う必要ないもんな。でもそっか、ハーベスターを確実に落とそうと思ったら今使っちゃうのもありだな。使っちゃおう。サイドステップをここでここに移動させて支援状態にします。さあさあ、そうか、これもろはの剣だな。ハーベスターまた全体攻撃に仕掛けてくる可能性があるのか。でもそれこれで打ち漏らしたらこれでどかせばいいか。これは相手を移動させるってやつね。でセベリンの攻撃で落としますか。3点の攻撃でね。ちなみにこいつは、あ、これ3個振りか。3個振りにでも2点だからダメだな。ちょっと間違ってるな、いろいろ。ブライトシールドにつけるべきだったな。これで3点があるから。ノックバック、クレイブ、クレイブ関係ねえんだもんな。はい、と鎧、あ、外したんすけど、しょうがねえな。外したのでこいつをここに移動させよう。ちょっと2体に攻撃はちょっと怖いんで、やばいねこれ。ただもうこいつは攻撃してこないのか。今ミスりましたね。もう攻撃できないのに移動させちゃった。クレミしちゃった。そうか、こいつはほっといてよかったんだもん。ねえ、こいつで攻撃っすね。3点。よし。で、グレートスピードをこいつにつけて3個つけてますってことにしますよね。あとは突撃でこのこいつらで1点ずつ稼ぐのか、そしてそう、ここで突撃が全部決まればハーベスト復活。なるほど、そうか、カードによって復活したね。リーダーはいないけど、そう、復活のカードもうちょい欲しいよね。やっぱワンアクション消費して復活だとなかなかやる隙がないというかね。いや強いな。よし、まあでも防いだ。
お、あ、防いだ。シールドバッシュで、これワンヘックス移動できる。ただ待ってよ、これやっちゃう。そうか、こいつ奮起してないから、受け流しからの受け、あれはないんだね。しかも、あんま移動させる意味もなかったんだけど、やる必要なかったね、今。外したんだから。いろいろプレミしてます。でも、プレミしててもこれだけのストキャスの安定感だよね。ただ相手わかんねえけどな。でもこれが確保してないから5点もないんだけど、全部取りました系はないと思うんだけど。だこれワンパン3点を狙うのか、それともだよね。でも残り2アクションだから、それを考えるとですね、それを考えるとですね、こいつは突撃しちゃっていいんじゃないかな。もう突撃で3個振りの2点をやって1点稼ぎますね、これで。ここに当たるだろうって。当たった。でまた1点稼ぐ。次突撃で落ちるかどうか問題だな。次オブリンで何かを仕留めに行きたいっていうところなんですけど、それでもう1点稼げるけど、あとまあオブリンが生きていればこれでもう1点これで入ってっていう程度なんだよね。その程度なんだけど、ただ生きてるファイターが全員敵陣にいるならってやつを引けば、さらにもう少し点が取れる可能性があるね。次は当たるかどうかわからないので1点稼ぐより、目標カードトップドローやってみるかな。っていうかさっきこれを、そうか、これで隣接してなければっていうのはあるね。だからオブリンが逃げれば、ハーベスターから逃げればもう1点入るのか、これ。ノーエネミーファイター、ユアファイター。じゃあオブリンが逃げればもう1点あるんだ。もしくはオブリン殴って3点当ててこいつを落とす。なんでこれ怪しい動きしたね。チャンピオン動いてもあんまり意味ないよね。オブリンがこいつ仕留めれば、仕留めて3点、さらに、隣接してるファイターがいないのでもう1点ってことができる。だから2点加速のチャンスがある。それ狙うか、それとも確実に1点取りに行くか。でもね、ここはもう最初アクション終わってんだもんね。確実に1点を選んだ方が、いや、後悔することになるかもしれない。ここで3点当ててだな。これなんだっけ。ああ、そっか、これの方が当たりやすいな。ちょっと待ってよ。隣接してる仲間がいなければ3個振りになるってやつ、これ。これで3個振りでこいつを仕留めに行って、こいつワンパンで落ちるから。はい、当たったね。当たったでしょ。それで1点加速し、隣接してる敵がいないので、さらに得点っていうことが言えると思うんですが、どうでしょう。まあね、そもそも英語を読み間違えてるっていう可能性もあるんですけど。いやでも俺結構ガバガバのプレイング、途中プレミが自分でも認識できるプレミがあった中で、こんだけ有利に立ち回っちゃってるから、やっぱ安定感あんだなストキャスなっていうのは思いますね。お、サイドステップ、ここで、ああ、これで隣接しちゃうじゃん。くそー、なるほど。なんか相手のハンド読んでるね。すげえ嫌、この移動が嫌だ。もうこれでこの隣接してる敵がいなければっていうのが解決できなくなったから。うわ、すごい。5を確保してたら2点 L みたいな、追加で2点 L みたいな。そうか、そういう軸なのか。やば、
なるほど。今、その特別な鍵を使って、その目標物確保してる時のボーナスを増やしたっていう、そして導電に追い込むっていう、そういうプレイングなのね。うわー、圧倒的有利と思いきや8対8ですよ。なるほど、あの策略カードを使って目標物によるボーナスを増やすんだ。なるほどね、勉強になりました。すげえ強い人でした。ありがとうございました。今回遊んだ、オンラインゲームなんですけども、実際にはボードゲーム、アナログゲームとしてこのように完全に日本語訳されたものが何種類も販売されてます、ね、でウォーハンマーといえばミニチュアですね。こういったものも一緒についてる、こういうセットがですね、販売されてますので、気になる方はね、ぜひね、まあ近くのお店、もしくはね、インターネットでもね、Amazon とか駿河屋さんとかね、売られてますんでね、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたたち